サンタクロースの 330ml 用の缶ホルダーです。ハロウィン用のかぼちゃの缶ホルダーと作り方は同じですが、今回はクリスマス用にサンタさんの顔にしてみました。冷たい飲み物もこのホルダーのおかげで指が冷たくなりませんし、暖かいお部屋の中で寒暖差で缶が濡れてもコースターいらず、手も濡れないのでとても便利です。缶に着せてこんな風にプレゼント用にしてみてはいかがでしょうか。必要なゴムは赤366本、白314本、肌色128本、ピンク6本、ネイビーブルー6本です。底の部分から編み始めます。赤いゴム1本を二重にして、この二重の輪に一目にゴム2本ずつ使って10目編みます。次の段は各目に2目ずつ編んで20目にします。1目目にかぎ針を刺して、立ち上がり1目を編みます。同じ目にもう一目編みます。隣の目に二目編みます。次の段は1目に2目、1目に1目と交互に編んで30目にします。1目目にかぎ針を刺して、立ち上がり1目を編んで、同じ目にもう一目編みます。隣の目には一目だけ編みます。隣の目に二目編みます。
隣の目に一目だけ編みます。底の部分を編んだら、この後の編み図がこちらです。1段から10段までは30目で編みます。11段目から減らし目をして飲み口の部分を編みます。各目にゴム2本ずつ使って編みますが、2本同色のところと1本ずつ違う色のゴムを使うところがありますので、色分けして図にしました。では1段目を編みます。立ち上がり1目は赤いゴム2本で編みます。1目目にかぎ針を刺してゴム1本通して、もう一本通します。11目目まですべて赤いゴムで編みます。12目めは1本目を赤いゴム、2本目を白いゴムで編みます。13目めから20目めまではすべて白いゴムで編みます。21目目から30目まですべて赤いゴムで編みます。これで1段目が編めました。2段目の立ち上がり1目も赤2本で編みます。1目めにかぎ針を刺してゴム1本通して、段を変えるときは忘れずにこのように立ち上げてください。このようにゴムの色に注意しながら、この図を参考に10段まで編んでください。
10段編んだら、飲み口部分を開けて11段目を編みます。1目めにかぎ針を刺して、白いゴム1本をこのように通して編みます。隣の目にかぎ針を刺して、また白いゴム1本をこのように通して編みます。隣の目にかぎ針を刺して、今度は赤いゴム1本をこのように通して編みます。4目目からはまた1目にゴム2本ずつ使って28目のところまで25目分編みます。25目分編んだら、かぎ針を反対側から刺し直して、ゴム1本通して、この目にかぎ針を刺して、ここから22目分反対方向に編んでいきます。22目分編んだら、この目にかぎ針を刺して、ゴム1本を通して、ここで結びます。この結んだゴムは、目の下を通して、隠してください。これでサンタクロースの缶ホルダーができました。クリスマスツリーの缶ホルダーもこんな風に作ってみました。トナカイさんや雪だるまなどの絵柄にしてもクリスマスっぽくて可愛いと思います。楽しいクリスマスをお過ごしください。